ただいまにディープフェザー級5分3ラウンドを行います。青コーナーパラエストラ歌手は山本歩馬。赤コーナーソニックスクワッド第4代ゼストフェザー級王者関哲也。レフリー福田正人。続いて第7試合です。ディープフェザー級5分3ラウンドで行われていきます。関哲也対山本歩夢の一戦です。お願いします。黒いスパッツが山本歩夢、黒いトランクス関哲也、この両者の戦いです。ラウンド1第1ラウンドが始まりました。右足を前にしております山本歩夢。いやー、すごいロールキック山本、はい、山本選手、インタビュー記事を読ませていただいたんですけども、はい、まあ、かなり変わった考えをお持ちでして、なんかもう格闘技一本でしっかり練習するっていうよりは、もういろんなことをやってという、はい、しっかり筋トレでがっつりやるとか、スノボをやって感覚を磨くとか、はい、なんか結構その格闘技一本で練習をしていくっていうよりは、なんかその自分が持ってる従来の強さを生かして試合したいっていうような考えをお持ちなのかなと思いまして、でもなかなかマイクでも独特の、そうですね、はい、おアグレッシブに攻め続けるのは山本歩夢。まあ、柔道で、インターハイで優勝ですとか、優勝もされてる方、あ、そうです、予選で優勝で、はい、インターハイ自体でも5位に入賞されてる、でしかも部員が2人しかいない、はあ、山本選手を含め2人しかいない柔道部で、はい、そんな実績を残すっていう形なので、もうよっぽど突き抜けていて、かつ、限られた環境の中でも強くなることができる選手だと思いまして、はい、強烈にパンチを落とす。しかし入れ替わって関、だからちょっと動きも MMA ファイターとはちょっと違うんですよね、はい、持ってるものを生かす、まあ、言ったら柔道ですよね、はい、柔道と体の強さを生かした試合をする選手だなという印象ですけど、右ちょっと今、MMA っぽくない展開にはなってますね、もう本当に体ごとぶつかり合って、はい、で思いっきり振り回して、どっちが当たる、どっちが倒れるっていう展開がずっと続いてるんですけど、この少しちょっとそのスタイル、正統とは違うところでっていうのは、はい、相手をする関の方もなかなかやりにくいんですかね。関選手も結構体の強さを生かした試合展開が多い印象なんですけど、はい、今のところちょっと勢いに飲まれてしまってる、逆に付き合っちゃってる感じがしますね、はい、見ていて本当に山本ダイナミックに動いて、そうですね、さあここ一回リズムを取り戻したい、そうですね、ここで一回落ち着きたいですね、 MMA の展開に戻していきたいと思いますね、関選手としては。なんでしょう、野生味あふれるというんですかね。そうですね、今ちょっと関選手がじりじりと後ろ三角ですね、はい、正面からではなくて後ろからの三角の形に足を作ってますので、はい、あ、今作れてますね、まあ、ちょっと締めるのこれ難しいんですけど、腕を伸ばしたりとか、そうですね、はいはい、腕十字に切り替えたりですとか、おー、あー、なるほど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 、タップアウト、うわー、いや、見事でしたね。見事に締め切りましたね。そうですね、やっぱりちょっと勢い、最初勢いに飲まれてしまいそうではあったんですけど、はい、まあ、ちょっとしっかり一回落ち着けたポジションを取れて落ち着けたことによって、はい、そこからはしっかり丁寧に作れていけましたね、はい、いや、山本歩夢、いやちょっと山本選手の試合すごいですね、はい、もう何をしてくるんだろうというのが、う、ね、もう一気に飲み込んじゃうんじゃないかという序盤でしたけども、はい、そこを関うまく一旦それを整えてからの動き、ね、落ち着いてましたね。いや、山本選手もっと見たいですね、はい、山本選手が仮にこう山瀬選手と戦うなんていうなると、はい、どういうふうに対策をすればいいと思いますか。やっと俺が何をするかですよね、はい、まあそうですね、
やっぱ引き込みまくるとかですかね。ある種山本選手もね、変幻自在な動きをする方なので、それもちょっと見てみたい気もしますけど、流れを途切れさせたいなっていうのは今見てて思ったので、一回自分から落ち着いちゃうっていうのはやるかなと思いますね。ただまあ関選手本当に飲まれずにしっかり自分のペース戻して素晴らしかったですね。いや見事な勝利。まあ、前回は DJ 大輝選手に判定で敗れてという戦いがありましたけれども、ここはしっかりと山本歩夢を打ち破る見事な一本勝利となりました。そうですね、大きな勝利だと思います。はい、第7試合は関哲也が1ラウンドで仕留めております。どうもソニックスクワット所属の関哲也です。まあちょっと相手の山本選手は力強くてびっくりしちゃったんですけど、まあちょっとダメージもそんなにないんで、で年末もう決まってる井上選手、井上直樹選手の追い込みも一緒に手伝わなきゃいけないんで、まあ練習は続けるんで年末開けときます。なんで、枠が空いてればもしよかったらよろしくお願いします。ありがとうございました。関哲也選手に背中拍手を今一度お願いいたします。選手退場。